佐賀県基山町にあります総本山本福寺にやってきました。基山町の名前の由来ともなっている基山の山あいに佇むお寺、西日本最大級の五重の塔が有名ですが、ぜひ私が見ていただきたいのはこの景色です。ちょっと登ってきてください。行きますよ。どうですか、基山町が一望できるこの景色。気象状況が整えばもっといいんですけれどもね。ここで参りますよ。今回は行きましょう。ドン、基山の巨鳥のお肉の丼ぶり、はい、もう食材はあれかなってもう想像はつくんですけれども、うん、食べたことないんでめちゃめちゃ気になります。というわけで本福寺から車で5分ほど下ったところに、はい、やっぱりそうでしたね。いる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 、エミューです。基山町といえばこのエミュー、はい、オーストラリア原産の鳥で、お肉は食用に、うん、脂肪分は化粧品にと様々な商品を生み出すミラクルな鳥なんです。こんにちは、石井と申します。山瀬と申します。よろしくお願いします。いますね、エミュー。あ、そうですね。どれぐらいいるんですか。ここにはだいたい80ぐらい。基山町全体で800羽ほどいるエミュー、うん、日本全国でもこれほどエミューを育てている地域はないとのこと。普段であれば取材陣が中に入ることも可能なんですが、今は鳥インフルエンザへの警戒のため入れません。というわけで少し場所を移動しまして、エミューの習性が見られるポイントへ。ここぼちぼちあの子たちが1羽来るとぼちぼち寄ってきます。本当ですか。ね、こうやってこう移動すると来て来て来 て, 来 て, 来てフレームインしてきた。フレームインしてきた。面白い面白い面白い。大移動だ。お、はい、あ、来てる来てる、登ってきてる。で、こういうまあ傾斜でも結構登れるんですよ。ちょっと見てください。すぐそこまで来ました。本当だ、近い。ね、かなり人懐っこいというのがエミューの特徴なんです。鳥のお肉ってちょっと白っぽいイメージがあると思うんですけど、うん、この子たち赤身なんですね。赤身なんだ。あ、赤身なんですか。赤なお肉なので、うん、どちらかというと馬刺しっていうか、馬の肉とか、まあ、鹿のお肉とか。そこで現物を見せてもらうと、はい、こんな感じのお肉です。うわ、はい、でもこんなに赤いんだ。はい、そうですね。うわ、はあ、まあ高タンパクで高鉄分で低カロリーのお肉。調理はどうなんですか。実は焼きすぎるとちょっと硬く、うんうんうん、火の通し具合が難しいのに加えて、うん、脂肪分が少ないためとても淡白な味になってしまいがちとのこと。お料理していただく方にちょっとこう工夫していただくっていうのが、うん、この肉の特徴ですね。笑顔でキラーパスが来ましたね。かなり難しそうな食材ですが、それならば基山でエミューの飼育が始まって以来、はい、ずっとエミューを料理をしてきたこのお店にお願いしましょう。扱いの難しいエミュー肉を美味しくできるのでしょうか。難しくないですよ。簡単にできます。おっと、簡単にできます。さほどないですよ。あ、そうですか、はい、楽しみ。これまでの経験で肉の硬さも淡白さも対策済み。実際どれくらい味が変わるのか、まずは焼いただけで味見です。しっかりとしたお肉、いい色合いって感じですよね。お、歯ごたえがありますでしょ。硬いですね。さあ、このお肉が美味しくなるというのですから期待大です。一体どんな調理をしてくれたのか。おお、斬新。いくつもの工夫を重ねて出来上がったのは、どうぞ。ありがとうございます。では開けていいですか。はい、どうぞ。オープン。わー、彩り良くて、わー、しっかり揚がってる。ご覧ください。やっぱカツだ。そうなんです、カツです。彩りも鮮やかなエミューのソースカツ丼が出来上がりました。あー、ほら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 、伸びてます。そして中に入ってます。チーズでしょ。え、あ、食感を変えるためにってこと。
信じられない。うん、ものすごくお肉柔らかい。ありがとう。めちゃくちゃ柔らかい。よかったです。どうしてこんなえって思うぐらい柔らかいんですか。実はあの塩麹に漬け込んでお肉を柔らかくしてました。最初焼いたものは塩麹に漬けてません。そのままです。そういうことなんだ。はい、はいはい、そうです。もちろんそれだけが秘密ではありません。お肉で挟んだこの黄色いものは牡蠣が甘いです、ね、甘く溶けるような感じで、はいはい、そう実はエミューの淡白な味わいを木山さんの牡蠣ととろけるチーズで奥深くしていたんです。たまたまその目の前に牡蠣があってこれを挟んだらどうだろうと思ってですね、うん、これはね本当に正解だと思いますよ。意外でしたね。意外。いや僕のセリフです。意外でした。さらに2枚のカツのうちもう1枚に挟んだのは大葉。牡蠣の甘さとは対照的に爽やかな香りでエミュー肉を支えています。むちゃくちゃ美味しい。あ、よかった。私もこんな味にできるとは思わなかった。牡蠣がね腕腕ですから。ここでしょうやっぱり。